はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15、チャプター15おまけパート、最後のこの遺構に眠る脅威を倒すために続きやっていきます。このダンジョンの2つ目のシルベで、お食事タイム&オートセーブポイント作りのために、じゃあ今回も黄金テールスープでいくか。これで何か限界が見えてきたら別の料理を食べよう。よし。よく眠れた。テントなら足が伸ばせるしな。テントに限らずこのエリアなら全然足は伸ばせる。あ、これ分岐っぽい。あ、分岐じゃない。で、ゴブリンか。ゴブリンなら朝飯前。ちょっと待って。朝飯前だとか舐めてらんないな。こいつらタックルかましてくるから痛い。念のために回復魔法だ。あくまで回復目的だからそんなに威力が高い魔法にはしてません。モルボルだ。広い。しかもここマキシマムマジックのちょっと欠点は、相手にとって回復してしまう効果が発動してしまうことが時々あるということだけど、腕が鳴るぜ。ほら、おお、よっしゃ、9万ダメージだ。よし、すぎればか。正直ギリギリだったよね。魔法最強。受けてみろ。さすがイグニス。当然だ。体力のやりくりはまだうまくできてる。行こうぜ。うん。おっと、モルボル2体だこれ。頼む、ファイヤー発動してくれ。いや、やるぞ。ファントムソード発動しちゃった。ファントムリンクで行こう、先に。よし。で、このモルボルに、あー、効果は今一つだ。連続ファイガーの方が良かったな。やばい、あー助かった。こういったちょっとした油断が全滅に繋がるから本当危ない。すげえ、俺たち頑張ったよね。うん、よくやったんじゃねえか。マジで厳しかった。あ、分岐部屋だ。待って、これゴブリンたくさんいる。やられる前に魔法を使っちゃおう。まだね、マキシマムマジックが48個もあるから。これでだいぶ数減ったしょ。これで来てよ。よし、さて分岐部屋か。両サイドもう一回埋めていこう。あと、これ当たりっぽいな。左側は、ハイポーション使えないくせにハイポーション置いていきやがるのがこのダンジョンは。正面は、お、新しいアクセサリー、ヒュプノクラウン。
ヒプノクラウンってなんだ。魔力が驚くほどアップ。魔力もねできれば装備させたいんだけど、マキシマムマジックがあるからね。でも今体力大事だから外せないや。広いぞ。おっとドラゴンっぽい。ドラゴンっぽい。ほら4万。ファントムソードを使えるようにしよう。よし。お、なんか燃えてる。なんだなんだなんだ。まずい。待って仲間助けんと。あーイグニスダウン。働きがいがあるってもんだな。そいつはよかった。待ってまず回復しないと。ノクトが大事だ。誰か俺がやる。あーきつい。これは魔法で行くしかない。ガードしまくって危ない。プロンプト、グラディを助けて。よし魔法でじっくり削っていくしかない。悪いな。さて戻ってきたけど、ちょっと先に仲間に使ってくれるかは仲間次第だけど、ケアル魔法を持たせとこう。今ねイグニスの体力がちょっと減ってるから持たせてるんだけど、使ってくんないんだよなイグニス。自分の体力を案じてくれ。プロンプトも装備で、今ねノクトに試しに、ヒュプノクラウン途中で拾ったね、あのアクセサリー、魔力アップアクセサリーつけてるからね、魔力マシマシでいこう。ここうっそ、いきなり大ピンチなんだが。しかもファイヤーが効かないとなるとこれは運になるな。もちろん。さて、とりあえずはノクト回復だ。危ない。さあ一旦離れて、やばそう。イグニス、イグニス急げ助けに行こう。ああ最悪一人戦闘だ。ああ、何なんだこの戦闘は。もうやだ、仲間控えさせられないし。よっ
常にねガードして魔法を回復するのを待ちつつ限界突破魔法を繰り出すこのバトル。あー、コマンドゲージが溜まってる意味もないし、これやばい。あれでみんなほぼ全滅したから装備もねしつこいぐらい切り替えておこう。今リボン不要だと思うから、これ使おう。ファントムブースター今だけ。コマンドゲージが増加しなくなる代わりにファントムゲージの増加速度がアップする。終わった。現在イグニス死亡でグラディオプロンプトが生存で、こいつの弱点は雷だから雷攻めしていこう。このまま2人が死亡するのは仕方がない。ノクトは常に回避しながら体力を温存。グラディオをなるべく生きてほしいんだけどな、それはグラディオ次第だ。行け。待って、この状態は近づいたらまずい。よし倒したよし、なんだこりゃ、ソウルオブサマサ。ノクティス戦 MP 増えたって知らないかな。なんでそんなにノクトの MP を増やしたがるんだ。すげえ俺たち頑張ったよね。おう、よくやったんじゃねえか。マジで厳しかった。だけどさ、これまだシルベじゃないよな。ボボコブリンなら大丈夫。念のためにもう爆弾で、爆弾じゃないや、魔法で焼いちゃう。前もね、10階層ごとに行くぞ。ああ、うん、10階層ごとでシルベあったからあるはずなんで、あった。よし、じゃあ今回ここまでにしよう。ここね、何度も敵にやられながら再戦するという方式を取っていかないと敵の弱点とかつかめないからね、じっくり臨もう。ここ最後のねクエストだから。それじゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。